始まりますファイナル優勝戦第12レースが始まりましたレースコースに登場ファイナリスト6名 1>, 1号艇は上村純一2号艇は金子龍太3号艇、武須島誠4号艇は土屋智則5号艇は鳥居塚貴弘、6号艇は寺本重信以上のメンバースタートまで1分を切りましたコース枠なりとなりそうですゆっくりとした動きの各選手です風はほとんどない状態に近い静水面風向計は現在バックストレッチ側を指しています さあに構えてホームすッち側に1号艇の上村がボートを進めてきましたポイントトップでの昨日の準優勝戦進出を果たしていましてその準優勝戦でも逃げを決めた上村同じ1コースにファイナルでも構えていますこの桐生は連覇なるかの一戦2コースに構えます2号艇の金子龍太はあーこの桐生はおととしの夏にデビューで初優勝を飾っていましたそして強豪 SG タイトルホルダーが中枠スローとダッシュに分かれてブスジは3コース角1は4号艇の土屋5コース、5号艇鳥塚さあコンスタントな走りを今シリーズも見せていますそしてアウトコースが6号艇寺本は近況常滑で優勝戦進出でした枠なり3対3優勝戦第12レース スタートしましまたセンター3コースの3号手のブス島が先行しています内は1号手の上村ですがブス島がまくって一気に決着か4号手土屋のまくり差し SG タイトルホルダー両選手の優勝争いとなっていますなおスタートは正常でした3号手のブス島が一定新リードを取りますが4号手土屋は内を走っています前を押さえた3号手ブス島4号手土屋は外へ出て内から6号手寺本が接近さらに2号 の金子龍太直線コース激戦となっていますがトップは3号艇、武蔵島が抜け出しました大きなリードを取りまして2周目に入りました独走体勢に入ったか武蔵島誠2番手は4号艇の土屋内は6号艇寺本外は2号艇金子と2番手争いはどうか4号艇の土屋が2番手を守ってバックストレッチへ出ています2周バックストレッチ先頭3号艇武須島、武蔵島2番手は4号艇の土屋その後ろは3番手争い6号艇 寺本内外は2号艇の金子内からは1号艇の上村ですそして5号艇、鳥居塚という体制になりまして2周大胆マークを回りましたさあ各選手これから最終週間に入りますが先頭2番手の2人 SG タイトルホルダーが堂々両選手が抜け出す形になりまして3番、4番、留守島は先頭です。 最終周回バックスレッチへ出ました2連単の3四4の組み合わせオッズは12.7倍を示しています3番手、6王手寺本となりまして3四4 6の3連単76倍。 後ろは艇並んでいます1号艇上村と2号艇の金子さらには5号鳥居塚最終端マーク3号艇ブス島ゴール前直線コース優勝は75回目となりそうですそして4号艇の土屋6号艇寺本ゴールを迎える優勝戦1着優勝は3号艇ブス島ゴールインそして4号艇土屋は準優勝6号艇寺本1号艇上村2号艇金子5号鳥居塚の準優勝は3号艇ブス島誠でした